五代目桂米団をサムは落語家。大阪府大阪市中央区出身。本名中川明。ジップは落語家で人間国宝の三代目桂米長。情報落語協会副会長。出林は三下がり格好。母は裕な天安の乾物問屋の長女。大阪府大阪市天王寺区聖バルナバ病院で生まれる。坂後で車系で。 先天性ヘルニアだった。生まれた当時の自宅は南区南住屋町にある十坪の屋上付の鉄筋二階建ての建物だったが、初めて動物園に連れて行かれた際に動物を見ずに地面で土遊びばかりしていたことから周囲にそうした環境がないことに米長が気づいて自宅屋上に砂場を作ったという。双子の弟二人が生まれた後に、 母方の祖母が引っ越すことになり、祖母が住んでいた兵庫県甘崎市向この層に転居して育つ。幼少期は自宅に住み込んでいた父、米朝の弟子、勝良ラ丸に子守りをされて育った。中でも朝丸との間では、以下のようなエピソードがある。また、小米朝は子守りの際に、民を連れてアルバイトサロンに行っていた。そこで、ホステスに可愛がられたという。 自身は課長が亡くなった際に、いかがわしい場所によく連れて行かれたとコメントしている。天ヶ崎市立向東小学校から、天ヶ崎市立向中学校、兵庫県立天ヶ崎北高等学校に進学。病弱で、小児全息だった、米団治を強くするため、小学校4年の時に、母が、サッカースクールに入れる。中学校の音楽教師から影響を受けて、 クラシック音楽を愛好するようになる。また、高校2年の夏休みに、サッカーの日独同時交流の交換留学で DC-8 に乗り、ドイツに行って以来ドイツ2になる。留学中にユースホステルを抜け出して、飛行機でザルツブルクに飛び、向こうの層で近所だったエルンストザイラー宅で一泊する。モーツァルトの聖果を訪れ、以降、モーツァルトの生まれ変わりとして、 音楽活動をすることになる。高校時代、話し家になりたい胸を父に明かしたところ、お前、話も下手やしな、喋りもおもろないと即座に否定され、さらに、わしらの若い時は、大学行きとっても行かれへんかった。とりあえず大学入って、卒業したら、そうやな司会議員になったらええがな。あとは、好きなことやれと言われ、俺は、大学行って、 司会議員にならな、あ菅野やなと受験勉強し、関西学院大学文学部に進学する。その一方、高校の文化祭で、弟二人と、三兄弟落語会を開いたこともあった。大学進学後に、米朝のうち弟子だった、勝ツ米にから、大学出てからじゃ遅いでと言われて希望が再燃するも、前期の経緯から、米朝の弟子が変わって、弟子入りの交渉役になり、死塾が、 話しかにさせましょうなと提案すると米朝は、ほたら、一席だけ教えるという形で同意する。米朝と史尺が相談して決めた、桂小米朝の名をもらう。小米朝の名は、前期の通り兄弟子である、月定家長が、桂の帝号を使用していた時代に名乗ったもの。他に、明治期にもこの名が確認されるため、名は三代目ないし二代目とされる。 在学中の1978年8月に、父米朝に入門。同年10月、コンピラ会館、桂米朝落語研究会にて、東の旅、発端で、初舞台。初舞台は、NHK のニュースに取り上げられた。ただ、米朝は、やはり、わしの時は生き通っても戦争で行かれへんかった境と、大学を卒業することにこだわり、 中退せずに卒業した。入門当初は、米朝の実施ということもあり、小米朝と表記をよく間違えられ、特に、ファンレターなどでたびたび書かれて、自身も悩んだ。また、米朝によると、弟子入り直後は、話の覚えが、悪く、よく叱ったという。小米朝時代は、近畿地方を中心に、かつら小米朝独演会や、かつら米朝、小米朝、親子会、 ザコバ、南港、小米町三人会などを開催。各地で小公演を行うこともあった。情報落語協会では会計を務めた。1992年には大阪府民劇場賞奨励賞受賞。1995年4月には三景ホールで初の独演会を開く。落語会の長島和重との愛称もあった。兄弟子の桂吉弥さんが、 米団治をさむを襲名し、古米イは、父の名である、米長を譲り受けて襲名することで話が、進んでいたが、基地長が2005年に創生してしまった、ことによりこの話は実現しなかった。その後、ザコバが古米イに、他の口座名を付けることを画策し、最初は、米長の配合。 88を考案するが古米長、自身が同意せず、次に、カツ米長を名乗らせようと、二人で米長の元に出向き、話すも、そんなら、わしは何になるねんと言われ、立ち消えになる。米長によると、2006から7年頃には、僕はいずれは、月定課長を襲名しますと言っていたという。 2007年7月19日の記者会見で2008年10月4日に5代目、桂米団治ーサムを襲名することを発表した。2007年からは2年にわたり、コ米町10番勝負と題し、大阪、新災橋の祖合劇場にて、落語会を開催した。米団治サムは、普段演じないネタを2席演じ、毎回異なるゲストを招いた。出演者は、立川志之。助。 立川段春、柳谷家,家六、柳谷京太郎、九代目、林谷正蔵、林谷太平、春風亭小朝、春風亭昇太、桂文鎮、昇福亭鶴瓶。イベントのプロデューサーは、沢田隆二が務めた。予定通り、2008年10月4日午前5時55分に五代目、桂米団おっサムを襲名し、京都南座を皮切りに、 2009年3月29日の大阪小竹座公演まで日本全国を回り77公演の襲名披露公業を行った。この年、著書、小米町を観光。2015年3月19日に父の米町が死去。米団治は翌日も同王地邸の講座に上がって枕で父の死去について触れた後に地獄八景のお邪の前半を公演。 メイドの寄せ小屋の看板に、桂米長、本日来園と入れ、米長と出会った亡者が、ここに来るのは百年早いわ。シャバで、もっと修行せい。と叱られるオチをつけた。2016年6月22日、情報落語協会の副会長に就任し、若手育成の役割を担う。2018年3月26日、父である三代目米長が立ち上げた。 米朝事務所を事実上引き継ぎ、代表取締役社長に就任することが発表された。2019年1月より、官暦話し化生活40周年記念独演会を開催。初日の工場では、前年より就任した、米朝事務所の社長職について、一番しんどいのはやはり、経営と述べ、米朝、史尺がどんどんレコードを打った、おかげで、 低い天引率が実現できているが、その二人が個人となり、大変でございますが、また新しい風を起こそうと思うと述べた。2021年3月、米朝事務所社長を退任。情報落語協会副会長職は引き続き、務めている。結密菓子屋は、カツラ米朝一門の縄門である。自宅が稽古場も兼ねていたこともあり、常日頃。 父と文科生の稽古に接していたために次来、家族間での会話も、敬語を使用して育つ。放送などで見られる師匠と弟子の話のやりとりは、師弟関係での会話というより、中川家における日常会話の延長となっている。これについて、米団治む本人も、家族同士、互いに敬語で喋るのはうちと皇室くらいと述べている。物忘れ勘違いの多さは、 自他とに認めるところである二代目、桂ツラ町の七回気泡浪会場に、朝十時に入ろうとしたが、目が覚めたのが、当日朝十時だったり、整髪料と間違えて、シェービングフォームを頭髪につけたり、天馬天神繁盛亭の落とし公園の工場で、ゲストとして出演していた、桂歌丸を誤って、三遊亭歌丸と呼んでしまう。その上、 歌丸の付き人のジャケットを羽織って外出してしまい、その中には歌丸分の切符が行っていたため、困った歌丸が別に保管していた付き人用の切符で名古屋へ向かうという事態を招くなど、新橋演舞場の芝居、ケくれない物語に出演中、激しいめまいに襲われる。なかなか回復せず、周囲が急病かと心配するも、 片方にコンタクトレンズを2枚入れていたことが判明し、周囲も呆れ返った。浜松での9代目肖像襲名公演へ体調を崩した父米朝の大縁で向かう途中、名古屋駅ホームで着物を置き忘れてしまい、急遽体調不良の米朝を出演させている。自身の米団を収む襲名に際しても、襲名を客の前で発表する際、楽屋にいた大御所の三代目、 桂春男ハル・ダンを意識しすぎたため、この度五代目・ハル・ダンを襲名することになりました。と言ったり、情報落語協会副会長に就任した、小福帝鶴部に間違えて、福を治む就任おめでとうございますと言った上、襲名披露公演初日には楽屋で、桂文珍のおめでとうございますとの挨拶に、同じく、おめでとうございますと返し、お前は、 ありがとうございますと返すにはと叱られた。趣味は古代史や国際経済の研究のほか、前期の通りクラシック音楽に造形が深く、モーツァルトの生まれ変わりと公言し、カツラをかぶって、モーツァルトの紛争でタクトを振って、オケを指揮した経験もある。音楽好きで少年サッカーで、ドイツへの留学経験があるだけにドイツ語も堪能で、一時期はドイツ語の通訳を目指したこともあり、 NHK 教育テレビのドイツ語会話にも出演をした。オペラを主題にオペラ語なるものを披露したこともあり、父親譲りの男性な顔立ちを生かした俳優としての経歴も持つ。また、ピアノ演奏や絵画も趣味とするなど手先が器用であり達筆である。コーラ、カレーが好き。カレーは好きが高じてカツラベーダンをサムのこだわりオニオンカレーを プロデュースしている。プロ野球は、阪神タイガースのファンである。愛車のメルセデス・ベンツ CL500 が20万キロを超えた際、メルセデス・ベンツから表彰されていた。その出自ゆえに、落語家としての、桂米朝との葛藤、親子高として品定めする周囲の視線、自分の意志で、文下生になった叩き上げの兄弟子たちと主体性なく、万全と話化になった。 自分、ゼロからない弟子修行する、弟弟子の皮肉と厄みなどのコンプレックスを抱えたが、それを利用し、仕事を継いでしまった長所と短所を笑いに交え枕に、するスタイルが定着する。米団治を襲名してから米朝が得意とした、100年目、や大師匠に当たる先代が創作した大、大書、二代目以降舞、団治が得意とした、立ち切れ先行に力を入れている。 なお襲名披露の発表の記者会見では、米朝が一文部へ、先代が大書と情報落語の歴史に残る名作を創作したこともあり、自身も何か創作落語を作りたいと意気込みを語っている。ありがとうございます。